はい、スイッチバスケットボールスクールオンラインをご覧の皆さん、こんにちは、竹尾です。今週と来週にわたって僕が紹介するのはですね、このリップコーンっていうものです。これはあのバスケットの練習でドリブルの時にこう、使う道具なんですけども、これを使った練習をいくつかと紹介できればなと思います。よくね、もう最近ではこう流行っていて、コーンを持ってこうやったりとか、まあ、今日はこの紹介をするんですけども、でこのリップコーンはですね、特に床に置いてこう滑らすとかいうのが結構できる道具なんで、すごくおすすめなんです。はい、これをちょっと紹介させてください。では、まずはこちらの動画をご覧ください。はい、動画をご覧になっていただきました。これね、見てると結構簡単に見えるんですけど、やるともうめちゃくちゃ難しいです。なので今日はですね、こう投げて、僕はね、何回もやってるんでできましたけども、初めてやる方はですね、投げるの結構難しいと思います。投げ方もこうやってなったりする人もいたりするので、できるだけまっすぐ投げる練習も必要になってくるのかなと。で、投げるのが難しかったらですね、最初はドリブルチェンジしたらこう手渡ししていこう、やったらこう手渡しでもここから始めてもいいと思いますんで、はい、これでちょっとずつ練習をしてスムーズに、ボールだけじゃなくてこっちの方も注意をしながらやるのが結構いい練習になると思うので、やってみてください。またこのリップコーンがない、コーンを持ってないっていう人もですね、まあ飲んで終わった後のペットボトルとかで水を入れてやってもいいと思うんですよ。家の前とか、まあ、近くの広場でできるところがあればご自宅の近くでやってください。投げてキャッチ、投げてキャッチ。もう空のペットボトルだとキャッチしにくいと思うので、ちょっと重りがあった方がいいと思います。キャッチ、キャッチ。ここから始めていきましょう。はい、それでは本日の動画は以上となります。